チャオ、コイルドです。これからいよいよ始まります、バトルミリオンです。で今ちょうどリハーサルしてるんですけど、ここからもうね、あと数分後にスタートして3のチャンネルで生放送しますので、ぜひ皆さん生放送見てください。何が起きるか分かりません。今回20試合以上あります。なので、長丁場になりますが、まず1試合目からかなり盛り上がっていきますので、よろしくお願いします。メインはやっぱりね、名人が試合出てくれるということで、こちらもで笹毛さんも出るし、ね、ミッキーさんも出ますんで、うちでコイルマゲドで練習してるメンバーが出ますので、そこもぜひ応援してください。それではタルチャンネルの方でぜひ生放送見てください。行きます。今日は大役があるということで、一応ジャッジとあとゴングもガンガン鳴らさせていただきます。どうですか、緊張されてますか？いや、なんか結構もう皆さん顔見知りの方が多かったので、なんか安心してできるなと。頑張ってください。じゃあ最後、注目してる試合教えてください。注目してる試合はもちろん笹毛さんですね、今いるんですけど。いいですか、もうバッチバチにバッチバチにやってくれると思って15秒とかでお願いします。15秒ですか？なんかいい感じに伸ばさなくていいって言われます。ああ、もう瞬殺でいいってことですね。今めちゃくちゃ強いですから。そうですよね、はい、本気でやばい、もう初速で本気で行きます。コシさんの YouTube にイクミンの動画上がったと思うんですけども、はい、ご覧で、ね、あれじゃ無理ですねですよね。タレックも気になりますね。いやそうですね、タレックさん、そうです、タレックさんもね、結構セミとかですかね。そうですよね、最後決2ぐらいですかね、セミファイナル。はい、もう強いですから ね、 ね、なんだかんだタレックさんが試合してる姿ってまだ公開されてないので、はい、僕も生で見るのは初めてなんで、そこから映像でしか見たことないので、本気になったタレックさんと見たことない。スパーリングでも本気で3秒ぐらいしかなんない。3秒ぐらいはでもなるっす、ね、じゃあタレックさんと佐々木さん、どっちが早く KO できるかっていうのも、それぐらいのちょっと注目しながら、はい、お願いします。お願いします。お疲れ様です。稲本さん、今日レフリーですかね。今日はレフリー、はい、どうですか、会場来られてみて。そうですね、緊張してます。ちょっと新しい方のレフリーの方、エクセプティブファイトちょっと似てるんですけど、このでも全然お客さんと関係者が違う、まあ、同じリングでも戦う場所でもちょっと雰囲気が違う、ちょっと緊張しました。笑ってるていうか、そのガチめに行く感じでちょっとやってほしい。はい、あ、めっちゃ、あ、おかしいよ。ああ、まあでも3人だから元気大丈夫。僕らセコンドに柴ちゃん3人で入りました。柴ちゃんだけは入れない。あ、そうなんですか。そういうこと、いや、そういうこと。じゃあシコシコしてもらって。なるほどなるほど。でもお前誰か事件入れない、入れない、柴ちゃん入れない。柴ちゃんだから、今の今日の攻め跡ここしかないから。ここで一発。そうそう、コシさんのチャンネルで。コシさんでてか、なんで来たの？いやいや、ジョージさん、ジョージ君が、なんジョージさんがまた、また裏切りかなって。いや、いけるけど、すみません、隣でずっと顔死んでる、視聴者さん、誰かわかんないんじゃないかっていうイクミンさんがいらっしゃるんですけど、今日は頑張ります。はい、さっき中で、佐々木さんにインタビューしたら、はいはい、最初から言ってもう10秒ぐらいで終わらすみたいな。まあそうでしょうね、はい。そうでしょうね。試合を控えてるやつのテンションじゃない。もっとかっかなってない。違うね、まだ早いな。ああ、まだまだ早いな。今やってたら試合までに切れちゃう。ああ、そうです、そういうこと。
テゴリーに変えるみたいな。やばい、疲れた。お願いします。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。